お笑いコンビダウンタウンの松本人志54が15日フジテレビ系ワイドナショー日曜前10.0に出演する等の工事 50HKT48 の笹原理大25らとともに東京都内の焼肉店で安倍晋三首相63と会食安倍首相は昨年5月同番組に出演していた ネットの反応。3時間前。記事が情報不足。余計気になるじゃん。七四さん。1時間前。記事が薄い笑い。七四さん。3時間前。この記事じゃ番組での話なのかどうかわかんないね。七四さん。2時間前。この記事自体は首相同性からの記事。以前から。 芸能人、スポーツ選手と首相の会食を記事にすると一定数は記事に興味出て引っかかるから記事にしてる今回はワイドな狩りで呼ばれたメンバーっぽいけどこの日の収録に古チ入ってないからこちらは秋江夫人狩りかなあと収録あれば収録って書かれるからカメラは入ってない会談内容は 呼ばれた人間が話さない限り漏れてくることはない漏れてきた時は何かしらの効果を期待して出てくる場合が多い七七志さん1時間前ワイドナショーに阿部さん出た時に古市さんがこのメンバーで飲みに行きましょうって言ってたしそれが実現したってことじゃないですか多分正月スペシャルで放送じゃないかな山ちゃんはいなかったのかな ナシさん。三時間前。何この記事。こんなの載せるほどネタがないのかな。ナシさん。二時間前。刺しこらって一瞬何かのこらかと思った。ナシさん。三時間前。情報が薄い。ナシさん。三時間前。キーワードは大阪維新。維新の会は保守系でしがらみのない。 改革政党と思い応援してきました。谷畑隆衆議院議員の存在を知るまでは。谷畑隆さん、維新の会に入る前は自民党、この前は社会党の参議院議員だったのですね。私は驚き、維新の会について調べました。谷畑隆さん、ハブラック解放同盟とティグレの組織内議員でした。大阪維新の会幹事長の今井豊さんを追 オチ解放同盟、ディングレでした。維新の会そのもの。が、ディングレ、ブラック解放同盟系の中小企業団体。の全面的な支援を受けていることも知りました。東本部ビルを所有。スルサン建設も維新のスポンサーでした。維新の会はしがらみだらけでした。自分たち。のことは隠して、他党を既得権益と批判するのが。 維新の会のやり方と言っていました。私は愕然としました。今回、も、維新の会は、大阪14区で谷畑隆さん公認しました。偽装保守です。谷畑隆比例復活。当選、七志さん、3時間前。で、経緯は、情報量少ないよ。暇人のペン、1時間前。 人気タレントが権力者となーなーになるのはいかがなものか七七さ三1時間前何月何日のいつに会食したんでしょうか重要機密の伝達は意外とラフな形で行われることもある人を介すると情報の信頼性が低下してその意味をなさなくなるし手間になりやすいのでトップから伝えられる場合もあるおそらく 朝鮮有事のおおよその日程を伝えていたんじゃないかな。七七志さん、3時間前、情報元は、首相官邸からの SNS 日報報告からだと思われ、安倍さん、松本さん、遠野さん、指原さん、古市さんの5人で焼肉店で会食したみたいです。番組絡みなのかは、今のところ不明のようです。昨夜あたりから2チャンネルですでに取り上げられてます。笑い。 七さん1時間前。首相と会食サッシーすごい、と戦慄が走ったわ。なんだ番組ならみかから。古市さんが悪態ついたか気になる。七七さん1時間前。松本は憲法改正賛成で安倍さん寄りなのは分かっていたが、こんなことをしたらワイドナショーは、情報番組として、中立性を失う。 七さ三、二時間前、安楽亭かな七さ三、二時間前、笹原理大と安倍総理、政界のトップと AKB のトップの興味深い取り合わせ、笹原様恐れるべし。七さ三、一時間前、会食の目的とか、中身の話とか、そういう情報が欲しいね。七七三、二十一分前、 いずれまた、安倍首相はワイドナショーに出そうだな。七四三。一時間前。目的は何だ安倍総理の目的は自分と会食相手と似ているからか。話し合いで今後誹謗中傷された時の対策か。なぜ、まだ総理をするのか、相手がひどい人生の現状を嘆かれた時の対処のためか。想像以上にむごい。 sya アスタリス i アス a リスクアスタリスクアスタリスク a ス t e ス i 2時間前サンデージャポンじゃなくワイドナショーがお好きなんですね七さ三1時間前ワイドナショーの忘年会させ子がいるのは違和感だけど七さ三2時間前で内容は七さ三三時間前まっちゃん抱き込んだら 支持率白上がり。とか思ってるんだろうな。この人、こういう作戦好きだね。七さん2時間前。古市までいたなら収録かもしれんが、こういう会食をする安倍首相も、松本も嫌だわ。メディア側と政治はなれ合うな。解雇的保守主義で、古臭い価値観を押し通してくるところが似ている。七さん3時間前。 このメンツの中にいる笹原やバス着。本当芸能界で上り詰めたな。もう、48グループ内で笹原に歯迎える人間誰もいない。七志さん。2時間前。安倍もここまで落ちたか。まあ番組の企画だろ。藤のワイドナショーだっけ七志さん。3時間前。薄。安い店のタンのような記事。七志さん。 3時間前。何のための会食でしょうかね。放送をお楽しみに。の番線記事みたいですね。七七七三。3時間前。フジテレビか安倍晋三さんにお願いして、ワイドな省内で、会食、インタビューの映像を流すんでしょ。DHA アスタリスク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 。47分前。最小限の情報で斬新だ。 七さん二時間前内容うす七さん一時間前ただの人気取り七さん二時間前さしこらってパッと見なんか怒ってうのかと思った七さん三時間前はそれだけ七さん三時間前そんなことをしている暇があれば 経済政策、社会政策、もっと本気で考えなさい。大規模緩和だけ浪費して、小手先の上辺だけの政策では、経済も財政も取り返しがつかなくなる。目先ではよくても、今のままでは、アベノミクスは、もともとかなり疲弊していた日本経済を崩壊させる起点。になりうる。そうしたら、日本の社会は、かなり深刻なことになってしまう。 七子さん。1時間前、待つチャンモネ、記事の情報量については、産経系統の新聞だから仕方ないよ。七子さん。3時間前、さすハラっての派生接待で呼ばれたの七子さん。38分前、この首相は、芸能人に接触して自分をアピールしよう。としたり、 マスコミ記者と接触して自分をよく書いてもらおうとしたりしていますね。自分をアピールしたければ国会答弁で国民に納得いく答弁をして矛盾のない政治をしなさい。七さ三。1時間前。だから何くだらない。文句も言うが口も出っす。2時間前。自民党の PR に使用されましたか。仲良いことはいいが。 安倍予国民のことをしっかりと考えてくれよ、七四さん。二時間前、忖度食事会。七四さん。三時間前、もっと突っ込んで取材しないと、単なる雑談と同じだろ。七四さん。三十五分前、野党が批判しそう。それしか可能がないから。七四さん。一時間前。 マスコミ対策と海外へのばらまきには熱心だな七七四三三時間前大したことない大御所扱いの芸人が余計に天狗になっていくかっこ笑い七四三一時間前そんな首相やだわ七四三二時間前政治屋に利用されてるだけなのに勘違いして舞い上がる芸能村の住民たち七四三 1>, 1時間前ただの会食なのに何芸能人を持ち上げてるんだよアホか七七七三2時間前大御所のまっちゃんと安倍首相の会食とは同じ芸人でもホッシャンやウーマン村元らの下っパパ欲芸人は涙目だな W。